わかった。やはり妙だ。この静けさは普通じゃない。ギガンテス、このアリーナと勝負よ。姫様、お下がりください。危険です。デンバさんね、お付きの彼も大変そう。でも戦うお姫様って素敵じゃない。よーし、私も頑張ろうっと。ギガンテス、この私と勝負よ。やれやれ、どうやらすっかり影響されたようだな。闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むにはまず弱点を見極めるのだ。よくもコートルダの町並みを。このままでは町全体が危険ですわ。一刻も早く倒さなくては。今なら近づけるぞ。よーし、思いっきり行くわよ。ギガンテスが急に雄たけびを。まさかこれは。そんなに慌てないでよクリフト、ただ仲間を呼んでるだけじゃない。なるほど。で、姫様、それは敵が増えるということですよ。
まずは作戦なんか聞いてる場合じゃないわ。今すぐこいつを全力でやっつけなきゃ。上手だな。こんなところで負けてらんないわ。そう、サントハイムからいらしたの。はい。でも私が知る限り、そういう名前の町はこの世界に存在しないわ。では私たちは別の世界に迷い込んでしまったと。落ち着いてよクリフト。とにかく私たちが追いかけてる泥棒がこの世界にいることは確かなんだから。しかし姫様の身にもしものことがあっては、このクリフト、いや、お父上。そんなことより、あの魔物たちはどうしてこんなことになっちゃってるの？つい最近まで私たち魔物と仲良くやっていたのよ。でもそれが急に人を襲い始めたの。私たちのいた王都もすごい騒ぎになって。なんとか危機は脱したけどな。だがこの町でも同じことが起こっていた。魔物たちの異変は広がっていると見てよさそうだ。ならばこうしてはおれん。一刻も早く他の町にも救援に向かわねば。はい。ねえクリフト、私たちもこの人たちについていくっていうのはどうかしら。姫様？うん、そうよ、それがいいわ。
この人たちと一緒にいろんな町を回れば泥棒の手がかりも見つかるかもしれないもの。うん。せっかく姫様と二人きりだったのに。よいぞよいぞ。そなたらのような勇ましき者たちが仲間となれば皆心強いだろう。本当？よかった。部屋が急に震え出したようですが、これは一体。リルク様、ご出立の準備が整いましたわ。長年そなたが研究していたものがついに完成したのじゃな。はい、リルク様。おは、よいかね。おは、よ、焦るでない。頑張るとするかの。また来るがよい。何をお望みかさ。あら、どうしたの？
また寄ってね。ありがとう。おお。